ビンスカリー、ビンスカリーはアメリカ合衆国のアナウンサー。ニューヨーク市ブロンクスク生まれ。1950年からメジャーリーグベースボールに加盟するプロ野球球団ブルックリンドジャースの専属実況アナウンサーとして活動。1953年に25歳でワールドシリーズの実況を担当。以来25回の実況を担当。また、 オールスターゲームも12回を担当。選手個人による大記録の達成シーンについても、1956年のワールドシリーズでのドンラー戦の完全試合をはじめ、サンディ・コーファックスの完全試合、ハンク・アーロンの通算715号本塁打、のも秀夫のノーヒットノーランで実況を担当。決まり文句や絶叫に頼らず、大記録達成時には、 歓声や拍手を聞かせるため沈黙に徹する手法が特徴で20世紀で最も偉大なスポーツアナウンサー、ドジャースの声、ロサンゼルスの声と言われる。1982年、アメリカ野球殿堂よりフォードシーフリック賞が授与された。2016年限りで引退を公表している。これに先立ち、ロサンゼルス市議会は同年1月、 ドジャースタジアム近くのエリシアンパーク通りをビンスカリー通りに改名する決議を行った。9月25日のコロラドロッキーズ対ドジャース戦が本拠地での最後の実況となり、翌週の10月2日に行われたドジャース対サンフランシスコジャイアンツを最後に67年にわたる実況生活にピリオドを打った。11月16日、大統領自由勲章を受賞。 ありがとうございます。